釧路空港から車でおよそ30分 JR 釧路駅に到着。どうぞどうぞ。わあ、しびちゃん、これですね。わこれ本当に普通にやっぱ釧路駅から出るあれなんですね。もう石炭の匂いしますよ。あっちですよ。本当だ先頭あっちですよ。すすっぽい感じ。お、見てきていいですか。いいっすか。すいません、僕も初めてなんでめっちゃ興奮してます。いや、これちょっとワクワクするな。わー、めっちゃ煙出てますよ。これですよ。うわーやっぱり可愛らしい。すごい。うわーやっぱちっちゃいっつったってやっぱすげえな。すごい、これすげえな。これちょっと車輪見たいんですけど、車輪見たい。あ、でかい。うわでっけえ車輪。でっけえ、でっかい。でっかいのが3つ。3つなんだ。あ、これやっぱこれでかいのが3つ。そしてなんか僕こういうなんか連結してるところのボルト、ナットみたいな、こういうのが好きだったりする。お父さん、ああ、好きだよ。なんでも、中乗っていいんだって。ほら、おっ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 、お父様、どうぞ。すごいですね。 SL の操縦席でございます。これかまど、これがあったかい。なんかすごい。これをつけさせてくれたということは、石炭いいんですか。石炭くべて、石炭くべていいんですか。とりあえずこう、じゃあこのぐらい行っちゃっていいですか。いきますよ、これ行きますよ。うぃー、おー、燃えた燃えた、めっちゃ燃えた。いや、大きい、めっちゃ燃えた。すごい、こんな奥深いんだね。すげえ、すげえ。これはいいピザ焼けますね。すごい、なかなか見れないでしょう。これすげえ。やっぱお腹何度ぐらいあるんですか。走ってる時は1500度ぐらい。1500度もう分かんねえや。何とか分かんない。これを回すと火バッと。うわ、あ、それ何、回していいんですか。空気入れるところですよ。そんなことしていいんですか。いきますよ。はい、うわー、お父様、火が危ないぞ。おお、いや、ここでこうやってずっと持ってたからよく見えなかった。と乗る前から興奮冷めやらぬご一行。するとお父さんが、もうこれだけでも十分楽しめましたね。もう今回、満足度高しと申し上げる。早い、まだ一箇所目。しかも始まる前ですからね。解明しました。じゃあちょっと、うわー、はい、うわー、すげー、ほんとすげーかったな。どうぞどうぞ。いやいや、よかったですよ、喜んでいただいて。ということで、ようやくここからが本題。いざ、SL で行く冬の湿原の旅へ。すごい、今蒸気の力で動いてますよ。ねえ、なんか、他の電車となんか違う感じすんね。よいしょーって今、走り出した。あの大きな車輪がうぇー、こういってるとこでしょ。いぇー、あー、みたいな。会長、今日ちょっとテンション変です。あ、そうですか。お客様より楽しむな。ありがとうございます。満足度、高い気になってますけど。ありがとうございます。いや、こういってんね、本当にね。これ SL の煙か。そうですね、そうです。ですよね。すごい蒸気巻き上げてますね。本当だ、うわー。カーブになるとね、先頭が見えるので、こっからでも見えて。じゃあちょっと後ろの方にあの車掌車があって、あの展望デッキがあるみたいですよ。外のやつちょっと見てみますか。お父さん、もうゴリラになってますよ。表現がゴリラになってます。ちょっと失礼します。うわ、あ、ここもいいね。いい席です。あ、いいね。今日は暖かいからいいね。気持ちいい。いいね。いいな、これ本当に。なかなか案外見れない。見れない、これね、見えないですね。おー、いいな、楽しいな。楽しいな、これ。直球さん、楽しい。これはいいぞ。うわー、煙たまってるね。この SL 冬の湿原号、一
7月の下旬から3月の上旬まで運行。車内の売店でソフトドリンク、ビール、日本酒など飲み物各種、そしてスルメなどのおつまみも販売されています。スルメはこのように車内のだるまストーブで焼くこともできます。と存分にレトロな旅を満喫しているところに、スルメばかりもなんですけど、ありがとうございます。こちら特選 SL、 これが出現号の列車内限定でございます。やった、うわ豪華ですね。これ、おお本当だ、いくら、牡蠣、サーモン、いただきます。どうぞどうぞ召し上がってください。はい、いただきます。うん、どうすか、あ、うめ、うめ、そして景色、うん、いいよ。あ、ちょっとずつ、あ、失礼だわ、ちょっとずつ来てるぞ。あ、スカ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 、本当だ本当だ、スカ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 スなんか優雅ですね。鶴です。非常に優雅に皆さん同じ方向に向かって足並み揃えて、そうですね、歩き方もなんとなく単調ですね、ありがとうございました。出した出したぞ出してきたぞ本当に本当にいるんだね本当にさらっといるんだね。普通にいますね。ここ茅沼の駅と言いまして、現在無人の駅なんですけども、昭和30年から40年代にかけて歴代の駅長さんがタンチョウの餌付けを行い、タンチョウの来る駅として全国にその名を知られました。餌付けをすることで、資料棒読みですけどねいや僕もちょっと初めての体験なもんでもなんかタンチョウ流れで見ると歩いてるおばあちゃんさえもこう見てしまうね今度はお馬ちゃんが、黒と白のお馬ちゃん出てきましたよ。ちょっとここら辺すごくないですか、すごいな、タンチョウ、タンチョウおばあちゃん馬タンチョウと同じペースでこう同じペースで歩いてらっしゃった、ね、足をね、たまのおばあちゃんも鶴さんって言うと思いますよ直球観光と行く旅、冬の阿寒編、およそ1時間15分の汽車の旅を終え、JR 標茶駅に到着。さあさあさあ到着しましたよ。はい、着きました。はいはいはい、いやよかったですね、冬の出現後の旅ね、もういいんじゃないか。はい私もそう思います。始まったばっかりですから、いやいや、これからまだまだ、そうですね、お父さんに喜んでいただくためのプランがあるんですよ、うん、これ以上ありますか、ね、あります、あります、まだまだここで満足したらあかん、うん、ありがとうございます満足まだまだしたらあかん、あかんか、あかん、あかんに行くからか、じゃあこれから、はい、それこそ本当にあかんの方に向かいたいと思いますんで、うんね。